ゃう。はい、それではお待たせをいたしております。まもなくね、お時間となりますので出発させていただきたいと思います。しばらく道路走行してまいりますので、シートベルトのね、ご着用の方だけご協力をお願いできたらと思います。またね、ちょっとね、天気の方がね、ちょっと曇りになってきまして、この日お客様の貸し切りでございますので、ちょっとね、撮影していただいて、ね、結構でございますけども、元気よくね、出発してまいりたいと思います。こちらのね、水陸両用バスの方は、船にもね、変わるバスの方でございます。こちらはね、出発していく際はね、ちょっと皆様に確認をお願いしておりまして、出発する際はですね、船が出るぞーと出発しております。ちょっと私一人で恥ずかしいですけど、お二人様だけでございますけど、一応ね、船が出るぞーとね、元気よく掛け声をかけて出発してまいりたいと思いますので、一緒にね、掛け声の方をお願いできたらと思います。それでは行きますよ。せーの。船が出るぞーということで、出発してまいります。お待たせをいたしました。近くなりますので、アトロクションのようにちょっとこちらの方向を撮ってまいりたいと思います。ちなみにね、こちらの車両の方は、改造開発の方にも少しお金かかってございまして、実はこの車両、水陸両用バス1台の方で、ちょうど1億円のお値段の方がかかってございます。水しぶきも上がりましてね、シャッターチャンスでございます。カメラとかスマホ全然撮影いただいてても結構でございます。ただね、入るとき少しだけ誤ってね、大事なスマホカメラがね、琵琶湖に落ちてしまってね、もう戻ってこなくなってしまいますので、しっかり持っていただきまして大丈夫です。落とされないようにね、ご撮影の方だけお願いしたいと思います。景色が撮れますので、あまりね、入るときに何回外にね、撮影してもらうと、お二人からお願いします。せーの、3、2、1、5。高さが28メートルありますが、様でございます。こちらから見ますと、背中向けておられるような形ですけども、こちらの大仏様の方はですね、東の方向向いて立っていらっしゃるそうでございます。目標では、西の方角が遠いと言われておりますので、人々にね、西の方角が分かるように大仏様の方が東を向いてありますと、あちらの方ね、広場県民では、鳥人間コンテストという、ね、大会が行われるのがあの時にございまして、テレビでの口に流される場合ありますけども、鳥人間コンテストといいまして、自分たちでこの作ってきた飛行機をね、琵琶湖に向かって飛ばして飛距離をするような鳥人間コンテストを行われるのがあちらにして、残念ながら去年はちょっとコロナの影響の方でね、大会自体中止となりましたけども、今年ね、コロナの影響がなければ、夏の方に、夏の国の方で、鳥人間コンテストの方も、行われるかと思います。ですもんね、バスの免許は大型二種の免許になるんですよね。そうですね、陸上は、はい、じゃあ海上は何、海上は小型船舶で、
旅客の特定っていう投資を受けて、はい、旅客船乗れるんですね。あ、なるほど、はい、人数の制限はねえんですか。ないですね。あ、いやで講習を受けて、お客さんも乗せれると、はいはい、あ、で免許持っておられますけどね、わざとあえて分けて。ああ、そういうことですか。免許があるのにわざと変わって、そう、その方が、うん、なんか雰囲気が出るとか。ああ、なるほど。変わられる場合がありますね。これで琵琶湖ってやっぱり荒れる時あるんですか。いや、もうあの船が荒れる、まだこんなおとなしい方です。ああ、そうなんですか。やっぱり湖として結構大きく風の影響で、はい、風速が上がってくるともう波風の方が上がりますので、海と同じぐらいにか5人ぐらい荒れます。荒れるっていうのは風が強いってことですね。そういう形ですね。まだ東風ですからね、春は。あ、そういうことか。冬になってくると西から北に変わりますので、はいはいはい、もう全然出られない時が多いです。後半よりもこの道のラインで合わなくて出られても、そうか、あるんだね、湖でもこんだけ大きいと、まあ、うねりとかあるの。この時はもう湾内運動にさせていただいて、まあ、安全保てる範囲なので。よいしょ、よっこいしょ、はい、ここで、それではですね、